はい、こんにちは、スプレーアートの梅ちゃんです。ということで今日もスプレーアートじゃなくてアクリル絵の具をちょっとねやっていきたいと思います。全部使って青のグラデーションを作っていきたいと思います。色の順番はね、スカイブルーライト、ターコイズグリーン、ターコイズブルー、ブリリアントブルー、マンガニースブルー、フタロ、フタロブルー、グリニッシュブルー、グルシャンブルー、オキサイドブラック。じゃこれでね、ちょっとグラデーションガチで作っていこう。いや、これ面白いね。ちょこちょここの順番が飛んでたからさ。OK、 じゃあいきます。じゃあ、ね、後ろね、あれ足りない。わあ、めっちゃ綺麗なんだけど。え、やばくない？こんな変わる？こんな変わる？すげえな。はい。本当はもう一回やると綺麗なんだけど。OK ですね。もうこの時点でめっちゃ綺麗じゃない？この時点でめっちゃ綺麗だけど、この中に、じゃね、緑だね。チタニウムホワイト、リフレックスイエロー、リフレックスグリーン、ブリリアントグリーン、パーマネントグリーンディープ。上から、おお、すごい。こんな色ない、こんな色ない、もったいない、こんな色ない。あとで白でね、白でちょっと白で、白で、大丈夫かな。で徐々に徐々に下に緑のグラデーション。やっと誰か、なんか持つのが違うね。一回かして、もう一回いこうか。もう一回同じ順番で。あ、わかった。半透明だから、不透明じゃないんだ。白なし、白なし、白なしですか。ちょっと手でグラデーション作って、お、なんか微妙だね。ちょっとグリーンはちょっと練習しよう。まあ、多分スプレーと一緒な感じでカッターでこれ切って、黒ちょっとつけて、一本こうやって、でこうやって木の木にこうやって、このグラデーションで、これどうですか？綺麗じゃん、綺麗じゃん、綺麗じゃん。これが、あ、いや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 、あ、それっぽい、それっぽい、木っぽい。ちょっとね、ちょっと微妙だからね、今度またリベンジするけど、今日はここら辺にして、ちょっともう少し、 もう少しマシンできると思う。すいませんでした。ちょっと失敗、鳥、あ、大失敗です。まあ、えってね、こうやってね、失敗しても一回やり直しが効くから、ちょっと本当に欲しい道具がない。まあ、いや、これで、
滝に見える。こんな感じでちょっと失敗とかもあったけど、まあどんどん失敗して上手くなっていくってことですよ。いろいろ挑戦してください、いろんなね。あ、やばい、超超エモい。あー、終わった。どう、いい感じ。うん、まあ初めてにしてはじゃないでしょうか。まあ、ちょっとね、このなんかもう少し筆とかちっちゃい筆とかあればもしかしたら良くなるかもしれない。でも外のグラデーションはなんか多分ね、1回目やるじゃん、でまた乾いてから多分2回同じことすると多分もっと綺麗になるはずで、 YouTube で見ました。 OK ということで、ちょっとなんかためになったなとか思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。 OK、 ありがとうございます。アディオスアミゴス。